はい。今ね、どこにいるかっていうとね、えっ、ー、と、ニュージーランドのクレッシャーチにいます。ニュージーランドでいったらビールももちろんあるんだけど、えー、ワインが有名です。この間、いわゆる南米で、シリとかアルゼンチン、ウルグアイ、ここら辺が南米で、あのー、ワインを生産する国なんだけどね、まあ、安いんでね、かなり結構飲みまくってたんだけど、 えー、今回ニュージーランドということで、オーストラリアもねある程度取れたりするニュージーランドがやっぱ有名です。気候的にやっぱりあのワインを生産するので、ある程度冷涼じゃないとね、ブドウが生産できないので、日本でもブドウ生産する山梨県とかありますよね。で、えー、そんな感じです。ということで、えー、ブドウの生産地、主にはあの北でもね、南でも両方なんだけどね。でも南の方が 結構、あの、盛んに行われているのかな、感じがしますけど、えー、その中で、えー、何にしたかっていうとね、えー、メルロ、えー、グラブメルということで、えー、ニュージーランド、えー、2017年ものということで、いや、可愛いんです。ということでね、えー、早速飲みます。これは、まあ、いわゆるその、酒屋さんがあって、酒屋さんで買ってきて、えー、20ドルぐらいだったかな、だから1400円ぐらい、割と安いやつです。 高いやつでもまあ50、60ドルとか100ドルはいくやつ、ある、ありにあると思うんだけどね。まあ基本的にはもう、日本にこれ、例えば輸入したらね、えー、高いと思うんだけど、こっちで買う分にはやっぱ安いです。ね。まずは、あの、あのね、こういう感じで楽しんでますけど、匂いをね、嗅いで、香りを楽しむというね、あの、アルゼンチンってワイナリー見学でいろいろ教えてもらいましたけど、まあこういう感じの感じでね。 でうう、匂いを嗅いで、うん、ちょうど中間ぐらいかな味うと辛くもなく甘くもなくという感じで、うん、でも飲みやすいね自、うん、そんな酒の得意ではないんだけどということで、まあ、まずはねちょっとスーパーであそういじゃない酒屋さんで買ってみました今度はだからいわゆる飲食店に行って、ね、レストラン行ってでそれでニュージーランドの料理 まあ大体料理ってラムとかね、鹿肉とかああいうのが多いんだけど、もしくは海鮮系と合わせて飲んでみたいと思ってます。ということで、今回、グラブミ見るということで、うん、え皆さんもぜひともね、あのー、ニュージーランド来たら、あのー、ニュージーランドのワインをね、飲んでいただきたいと思います。